んにちは。響きの所属声優が YouTube でお送りしている響きスタイル。今日の担当は遠野ひかるです。ちょっとエプロンをつけて素敵な髪型にしてもらった、女子力高そうで料理ができそうな遠野ひかるが担当します。イエイ。さあですね、今日は何をしていこうかと思いますと、1月入りまして、皆さんどんなお正月をお過ごしになりましたか？何が気になるって、ちょっとお餅食べ過ぎたんじゃなかろうか、そんな気がする。うん。なので今日の企画は正月太り解消クッキング。イエイ。わーい。お正月、皆さんが美味しいものをたくさん食べてちょっと太ったであろうという前提でいきます。お正月ね、美味しいもの多いからね、あと塩分高いものも多いから、いっぱい食べるとちょっとね、体には良くないことが起きている可能性が大ということで、今日はちょっと健康志向な、簡単にできるヘルシーなお料理をやっていこうと思います。あゆみさんはね、新年に入って余ったお餅をうまく使って美味しい料理を作っていたと思うんですよ。ちょっとね、そんな美味しい料理を食べつつバランスを取るために、こちらもね、ぜひ試していただきたい。さて、遠野さんは何を作るかと言いますと、タラのホイル焼きを作っていこうと思います。イエイ。皆さん、タラって食べます？よく。とうのはあんまりこう日常的に、あんまり家庭的にはあんまり馴染みがないんじゃないかなと思うんですけど、タラというお魚はですね、今がちょうど旬の美味しい時期でございます。なんといっても特徴はヘルシー。水分量が多くてですね、柔らかくて癖もないですので、ちっちゃい子から、ちっちゃいお子さんからお年寄りの方まで誰でも美味しく食べていただけるお魚だと思います。ヘルシーがテーマですので、ホイル焼きです。作ります。じゃあ早速やっていきましょう。材料のご紹介です。チャララチャ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 、テレラ、いい音楽をかけてあげてください。それっぽく、今日はまずメインのタラ、こちら切り身でご用意しております。そしてこちらがバター、バター美味しいです。こちらが椎茸とえのきです。お好みのキノコで大丈夫です。何でも好きなものを入れてください。今日はこの2つを使います。そして人参、玉ねぎ、長ネギ、青ネギ、ちっちゃくなる細い方のネギ。そして調味料はお塩、胡椒、お醤油、お酒。そして油が用意しておりますが、今日は使わなくてもいけるんじゃなかろうか。バイバイ。以上でございます。まずは手を洗ってください。綺麗に大事ですよ。ピカピカにしてからやりましょう。私はね、こういう調理器具を見ると絶対にアルコールを吹きかけてからやりたくなるんですけど、ご家庭で綺麗に洗ったものなら大丈夫でしょう。衛生面には気をつけて。だいたい食、まあ半分あったらもう、あ、違う、半、4分の1ぐらいかな、で1食分になると思います。十分だと思う。まあ食感が残るのが好きでございましたら、ちょっと太めでもいいかな。あんまり人参得意じゃないよっていう方は、完全に千切りにしちゃってもいいと思います。さあ、料理してる時にさ、横に人立たれてるとめっちゃやりづらくない？今そんな気分、すごい超やりづらい。こんな寂しくやるものなの？みんなどうしてるのこれ。切り物が多いとこうなるのか。次は玉ねぎを切ろうかな。イエイ。半分、縦半分。そしたら玉ねぎの芯の硬い部分を取ろう。あ、もう痛い。あー痛い。頑張れー。
玉ねぎとはそういうもの。どうしよう、全部使ったら多いかな。すごい入れる気満々だったけど、切っとこうか。大きい方半分にしようかな。よし、あーもう泣いちゃうよ。早く切り終わりたいな。さよならしちゃった、飛んでちゃった。えのきはね、パラパラするだけで大丈夫。これすごい石づきが綺麗になってるから食べれそう、そのまま。ここに茶色い部分が残ってるときは切り落としてください。これは大丈夫。しいたけにする。しいたけ何個入れようかな。きのこはとってもヘルシーでございますから。しかもね、食べた感もちゃんとあるし、食物繊維なんかもね取れたりしますから、お野菜嫌いの人もぜひ、きのこだったら食べれるんじゃなかろうかっていう人はね、いっぱい食べるといいと思うよ。オッケー、しいたけ終わり。たら、たらちゃんはまずですね、とっても水分が多いお魚でございますので、しとしとだったらキッチンペーパーで水気を取ってあげるといいと思います。塩と胡椒、どんぐらいかな、俗に言うひとつまみってやつです。薄味ぐらいがちょうどいいんじゃない。よし、 OK。 ネギは後でやるので、焼いてる間に切ります。ホイル包みたいと思います。ここでまずバターの出番です。トーノさんはね、いつもね雑なのでね、こういう時はねこうやってやっちゃうの。そう、アルミホイルにちょっとつける。なんとなくくっつかないかなぐらいになったら大丈夫です。結構ね放り込んじゃうのよね。私はいっぱい入っているお野菜いっぱいが好き。今日とても可愛い方をね用意してもらっていたのです。ちょっと順番連合しちゃったけど、使っていこうと思います。とっても可愛い、タラーン、てんこ盛り、てんこ盛り盛りでございます。大満足の量。かわいいでしょ。なんかこの盛り付けに関してはもうそれぞれの感性にお任せって感じでございます。バターを、ちょっとずつ、ちょっとだけ、ちょっとだけのせときましょう。でも結構具材いっぱいにしたから、今これ大さじカップ、大さじスプーンなんだけど、結構ね多めにしちゃったからな。これお野菜とか入れた材料の量に合わせてが一番いいと思うんですけど。 OK、 そうしましたら閉じます。よいしょ。できた。よし、そしたらもう入れちゃっていいかな。フライパンに並べまして、あ、ちょっと入れすぎた。ちょっと太っちょにしすぎた。下につかない。まあいいじゃろう。で、ちょっとねフライパンの底にお水を入れたいのですよ。ちゃんとねアルミホイル締めとかないと大変なことになるから。よいしょ。ちょっと弱めの中火ぐらいで、まあ様子を見ながらですけど、15分ぐらいかな、だいたい置いといてみるといいと思います。シャキシャキ感が残ってるのが好きな人は短めでもいいかも。はい、
焼いているのを待っている間にネギを切りたいと思います。絶対こんなにいらないと思う。でも取っちゃったから切っちゃう。そうね、実は生入りのマイ包丁があるの。しばらく開けてないわ。オッケー、これは後でかけます。さあ15分ぐらい経ちました。様子を見てみよう。火を消しまして、チャラララララおーい、どうかしら、どうかしら、じゃらーん、じゃじゃん。あ、でも美味しそう。いいんじゃない、美味しそうなのでは。キュートですよ。可愛くした甲斐がありました。じゃあトッピングに気持ち程度にネギちゃんを添えしてかけまして、じゃんじゃん、よし、これでこのまま完成で良いのでは。できました、イエーイ、美味しそう。食べようぜ。いただきます。よし、お味はいかほどかしら。タラちゃん、あ、でも美味しそう、いい感じよ。いただきます。今日ね、ご飯も用意してもらったの。やっぱお魚にはご飯よね。うん、あ、おいしい、おいしい、うまい。ちょうどいいんじゃないかな、ご飯のおかずに。うん、うん、やはり日本人はお魚にご飯よね。ミミですわ。どうでしたか？簡単だったでしょ？今ちょっとね、品数がないように見えるけど、お野菜たっぷり入れたらちゃんとお野菜も取れるし、簡単だし、割と1食分でも作りやすい感じになってるのではないでしょうか。満足。今回はお正月太り解消メニューということで作りましたけれども、もし何かね、とのこれ作ってみたらいかがとか、こんな料理チャレンジしてほしいですっていうのがあったら、こんなでもテーマでも何でもコメント欄に書いてみてください。気が向いたら作るでしょう。やっぱいいな、たまに作ってね、いいな。もし皆さんなんか自分でさ作ってさ食べるのでちょっと味気ないけど、もしこれを真似してくださってみんなが美味しいと思ってくれたら、みんなで食べてる感じでハッピーだよね。ぜひお試しあれ。ということで今日はここまでです。なんだっけ、このチャンネルでは響きの所属声優がじゃーんじゃかじゃーんじゃか動画を上げておりますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の塔の会でお会いしましょう。今日の担当は塔のひかるでした。バイバーイ。